関西坊は、江戸時代前期の土佐藩上司。通称ははじめ一郎兵衛を称し、後犬市七郎左衛門と改めた。家門は、茅野のうち十文字。犬の家門土佐藩上司藩正直の着難として、高知城下に生まれる。母は、森忠し小の娘。1688年8月21日父正直が、病死する。 1689年7月28日、土佐藩主、山内豊政より、暴風跡目を無双行く出し行かれる。土佐藩上司、板坂英吉の娘と結婚する。板坂英吉の父、板坂久子政は、土佐藩があろう。犬いかずの次男に生まれ、板坂としまの養子となった人物であり、土佐藩家老の犬家と、聖望の唐家は別家であったが、この縁組によって、 両家の地が交わることになった。また犬市七郎左衛門という名は、土佐藩祖、山内和豊の時代、和豊が高知城の築城を視察する際に、身の安全のために仕立てた影武者、同小族六人衆、犬井和美の一人で、犬井和美の実刑、犬井の分蜜の名を襲名したものである。1705年、土佐藩主、山内豊房の時代、 本山郷での財番を仰せつけられる。同年、江戸ゴルス巨番を仰せつけられ、江戸の土佐藩邸に勤めた。1721年11月14日病死。墓は、土佐国土佐郡あざみの村板垣山の大々墓地に建てられた。ありがとうございます。